数時代類代、大マイナス4500、マイナス4000、マイナス3500、マイナス3000、マイナス2500、マイナス2000、マイナス1500、マイナス1000、マイナス500、例、明王大太鼓大元世大玄世代、原太子古代古太古大中部と、古代新太古代古元世代中元世代、新元世代古世代中世代新世代単位100万年明王大とは、 地質時代の分類の一つ。地球誕生から40億年前までの5億年間を指す。太古代の前の時代である。この時代に地球が形成され、地殻と海ができ、有機化合物の化学進化の結果、最初の生命が誕生したと考えられている。化石以前に岩石自体が非常に稀であり、地質学的証拠がほとんどない時代である。この時代の地層はないため、 国際総助委員会ではこの名称を非公式として扱っている。実体が闇に包まれていることからギリシャ神話の冥界の神、ハーデースにちなんで名付けられた。明王代、太古代、原生代をまとめて先カンブリア時代と呼ぶ。非常に稀ながら45億年前までの岩石は月で発見されている。地球最古の岩石は カナダの北西地域のアカスタの約40億年前のマガン、地球最古の鉱物は西オーストラリアのジャックヒルズのクオーツアイトに含まれる44億年前のジルコン。地球最古の近くの痕跡はカナダのハドソン地域のマガンでマントルからの分離は42億年前である。細かい区分は便宜上付きの地質時代の前期インブリウム大、ネクタリス大、 先ネクタリス代のベースングループスとクリプテックエーラを使う。通常地質学で古代の研究を行うには、その時代に作られた地層や岩石を分析して、情報を入手し検討する。しかし冥王代については、蒸気のように当時の岩石がほとんど入手できない。1970年代までは地球の情報だけしか得られなかったため、 明王台における地球の進化は分からなかったが、太陽系内の他の星や隕石を研究することによって実証的な議論ができるようになった。また太陽系の形成や地球誕生時の状況については理論に基づくシミュレーションが行われている。地球や隕石の年代分析については、放射性元素の分解による生成物を定量して年代を計測する放射年代測定が用いられる。 地球と隕石から放射性物質要素129を起源とするキセノン129が検出される。要素129は半減期が1600万年しかない単寿命の放射性物質であり、この元素が形成される超新星爆発のあと1億年程度でほとんど消滅する。すなわち地球や隕石が形成される少し前に金棒で超新星爆発があったとされる。 これは地球と隕石が同一箇所で同一時期に形成された可能性が高いことを示す。また隕石に含まれる核元素の量を調べると太陽の高級の元素存在度とよく一致する。地球は中心部に鉄主体の核を持つため地上で手に入る地殻の元素存在度は蒸気太陽や隕石と異なるが最初に地球ができた時の成分は 太陽や隕石と同じであったと考えられる。このように太陽系の星は同時に同一の原料から誕生したとされる。初期地球の創造図太陽系を形成する物質は宇宙空間に広がっていたガスや細かいゴミなどの生涯物質であった。太陽系が形成される少し前に金棒で超新星爆発があった。爆発の衝撃が引き金となって 生還物質の収縮が始まり太陽系の形成が始まった。力学的なシミュレーションによって原始太陽系がガスやゴミの状態から多数の微惑星を経て惑星サイズまで成長するのに数百万年から数千万年かかったとされる。隕石の多くはこの時に生まれた微惑星のかけらである。太陽系形成が始まって10万から100万年で、 現在の地球の軌道周辺には微惑星が衝突、合体して形成された数十個のガツから火星サイズの惑星灰が生じ、おののの軌道を回るようになる。惑星灰のサイズが大きくなってくると重力が強くなり、衝突速度が大きくなる。シミュレーションによれば、岩石室の微惑星が衝突する際、原始地球のサイズがガツサイズであれば、 衝突の衝撃で微惑星内に取り込まれていたガス成分が抜け出す衝突脱ガスが始まる。このガスが原子大気や原子海洋の元となったとされる。また、原始地球のサイズが火星レベルになると衝突のエネルギーで微惑星は誘拐する。現在の地球に微惑星が衝突すれば隕石は部分的に蒸発するようになる。数十個の惑星配は お互いの重力で軌道が乱れ、その結果軌道が交差して衝突を繰り返す。このレベルの衝突をジャイアントインパクトと呼ぶが、地球の形成時にいくつか起こったジャイアントインパクトの最後の衝突で月ができた。この時の衝突エネルギーは非常に大きく、衝突後の地球と月は双方とも全体が溶融状態にあった可能性が高い。 放射性元素ハフニウム182に関する詳細な分析で地球と月のマントルの形成が資源的隕石形成の約3000万年後であったと報告されている。また、地球全体が溶融したため核を形成する鉄とマントルとなる計算需要成分の分離と鉄成分の地球中心部への沈降が起こり現在見られる地球の相乗構造が始まった可能性があるが 核の形成の時期や原因については未だ議論が多い。なお、地球の年齢として、地球の岩石をウラ占、鉛年大測定法で調査して45億年から46億年、隕石をウラ占、鉛年大測定法や、ルビジウムマイナスストロンチウム法で分析して45.6億年という数値が出ている。 隕石重爆撃機とは、アメリカのアポロ計画で持ち帰った月の石の分析結果から判明した事件。約38億年から40億年前の短期間に集中的に大量の巨大な隕石が月に落下した。月の表面に黒っぽく見える海は、大きな隕石が衝突して、月の近くがえぐられその下のマントルが溶解して、玄武岩質溶岩のマグマとなって溜まった低地であるが、 アポロ計画で持ち帰った海の石の年代分析を行った結果、形成時期が38億年から40億年前であることが分かった。地球は月のすぐ近くに存在し重力も大きいので、この時期に地球にも月と同等以上の隕石が落下したと考えられる。当時地表に近くが形成されていたとしても、 隕石落下の衝撃で破壊されてしまったため40億年より古い岩石はほとんど残っていないとする説がある。この時期に生命が存在していた証拠はないが、もし存在したとすると巨大隕石衝突のエネルギーで全ての海水が蒸発するような悪条件の中でも生き残ったことになる。生物の遺伝子分析によれば最も古い生物は熱に強い高熱菌や超高熱菌に 分類されるので隕石衝突を生き抜けたのかもしれない。ありがとうございます。